こんにちは、ゆうがです。やっとね、うちの近くにもヘビが出てきてくれるようになったので、また今回もヘビ取りに来ました。今回はどんなヘビに出会えるのか楽しみですね。はい、捕まえました。1匹目、青大将でしたね。いや、青大将あんまりここで見かけないのでちょっと嬉しいですね。ここで青大将見かけると、まあ大体、まあ、日ばかりかシマヘビなんですけどね、まあ、ちょうどいいサイズの青大将ですよね。最初まあヘビ取り始めた時ってこのぐらいのサイズあんまり見かけなかったんですけど、最近結構このぐらいのサイズ見かけるようになりましたね。やっぱ場所によるんですね。まあ、なんかこの子は割とおとなしそうですね。なんか青大将がおとなしいって僕ヘビ取り始めた時よく見たんですけど、青大将が一番慣れにくいかなって僕は思ったりしますね。はい、一番慣れっぽいやつがいないですね。逆にシマヘビはめっちゃ慣れやすいやつ多いんですけどね。はい、なんかだいぶ落ち着きましたね。はい、ということで1匹目は青大将でした。ちょっと山の中はね、もうヘビが全然いなかったので、ちょっと山を降りて山際の方をね探していきたいと思います。はい、捕まえました。結構小さめのシマちゃんですね。めちゃめちゃ元気ですね。はい、もうだいぶ落ち着いてくれましたね。いやー、このぐらいのサイズのシマヘビめっちゃ可愛いですよね。やっぱね、ちょっと見つけるたびにちょっと持ち帰りたくなりますよね。ちょっとカメラを近づけたら飛んでくるか。はい、全然飛んでこないですね。ちょっとこの子おとなしめかもしれないですね。あ、こっち来ましたね。いや、可愛らしいですね。これぐらいのサイズ感のシマヘビいいですよね。ということで2匹目はチビシマちゃんでした。はい、捕まえました。3匹目はヤマカガシですね。いや、このやっぱサイズ感のヤマカガシは結構迫力ありますよね。めっちゃこっちに来ますね。最初バタついてましたけど割とおとなしくなりましたね。近くに来てくれるのはいいんだけど、ちょっと近すぎると撮影ができない。まあ、ヤマカガシは飼育ができないので、すごいやっぱヘビ探しやり始めて見つけるとすごいテンション上がりますよね。まあでも大量にいるのでちょっとしばらくするともういいやってまたなるんですけど、まだ新鮮味がありますね。だいぶ落ち着いてくれましたね。はい、ということで4匹目はヤマカガシでした。はい、山際はね全部見終わったので、今度は田んぼの脇をね探していきたいと思います。はい、捕まえました。シマヘビですね。いや、今ちょっと落としちゃいましてね、あんまり握っちゃうとかわいそうっていうか、落ち着いてくれないのであんま握ってないんですよね。だからたまにっていうかね、結構落としちゃうんですけど、やっぱでも落ち着いてくれてますね、割と。ヘビがねあんま慣れてくれないっていう人も結構いるんですけど、原因の一つでね、捕まえ方が悪いっていうのがあるんですよ。結構ねヘビ好きで長年飼育してる人はそれ言う人いるんですよね、結構。僕も捕まえ始めの時によくねそういう話をね聞きましたね、いろんな先輩方から。なのでできるだけね掴んで捕まえたりとかしないようにすれば、まあ、こんな感じで割とね落ち着いてくれますね。はい、ということで4匹目ですよね、はシマちゃんでした。
はい、ということで、今回はですね、ヘビをまたね、たくさん撮ることができたので、前半と後半にね、分けて動画を出していきたいと思います。またね、次回もヘビ撮り動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価して、また見に来ていただけると嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。